クリスタルバイオレットラクトンのロイコ体と発色体の変化、ハロクロミズム。紫外線照射により、有機されるロイコ体と発色体の間の変化、フォトクロミズム。ロイコ染料とは、二種の化学種の間を変化できる染料である。可学的変化としては熱、光あるいは pH によるものがあり、それぞれサーモクロミズム、フォトクロミズム、ハロクロミズムの例である。 不可逆的変化として、典型的なものには還元、または酸化によるものがある。無色型は時にロイコ体と呼ばれる。ロイコ染料は、関熱式、サーマルプリンターに用いる、関熱紙や、ある種の PH 指示薬の原理となる。関熱紙は、見かけ上はサーモクロミズムであるが、ロイコ染料が熱で誘拐して、 剣食材と反応することで発色するので、原理的にはハロクロミズムである。最も知られた例としては、硫化染料と剣染め染料の応用がある。そのうちインディゴは古典的な例である。これは特徴的な紫色を呈するが、水には全く不要であり、つまり直接衣類には染められないということである。その代わり、還元すると水に溶けるが、無色のインディゴジロになる。 インディゴジロに浸した布地を外に出すと、染料はすぐ空気中の酸素と結合し、不要性で強く発色するインディゴに変化する。還元工程は、典型的には、ア、ジチオン酸ナトリウム、ヒドロキシアセトンと水素、あるいは、電気化学的方法により行われる。大きさンのスピロ体には、無色のロイコ染料がある。これは、分子中の大きさジンと他の方向間部分が、 sp3 混成スピロ炭素により分断されている。分子の一部のピロトン化、紫外線照射や、その他の種類の変化を受けると、スピロ炭素とオキサジンの間の結合が切断されて、回感し、スピロ炭素は sp2 混成軌道を獲得して、平面上になり、方向、玉木はじめが回転して、その倍軌道は分子の他の部分と連なり、強弱系が形成されて、 可視光光子を吸収できるようになるため着色して見える。他のロイコ染料の例としてはクリスタルバイオレットラクトンがある。これはラクトン体では無色またはわずかに黄色いが低い pH ではプロトン化され強い紫色を呈する。他の例ではフェノールフタレインやジモールフタレインがあり。これらは酸性から中性の pH では無色だがアルカリ性ではピンク。 または青になる。他の例には多数の酸化還元指示薬があり、これらは特定の電極電位で発色体と無色体の間の可逆的変化を受ける。ありがとうございます。